インペラートルパーベル一世級戦艦は、ロシア帝国の全土級戦艦である。本級は、日露戦争による損耗を回復するため建造され、ロシア最後の純土級戦艦となった。本級のタイプシップは、ボロディノ級にとり、改良型として建造された。だが、起航後に造船能力を、ボロディノ級へ重点を置いたことにより建造が遅れたために、 日露戦争が終結した時点においても建造途中であった。このため、本級は戦艦に基づいた改良と新技術を取り入れたクラスとなり、既存のロシア戦艦と全く異なるクラスとなった。外観の特色として、上部構造物を簡素化してトップヘビー要素を減少させ、複合は火力を重視して 20.3cm 法に強化。 一部の2 0 3トル砲をボロギノ球で培った連装砲塔に収めた。また、甲板装甲圧を増加するなど防御力強化を図ったことが特徴である。本級の武装、装甲配置を示した図画が全部マストは、実際には一番煙突の前方に配置して建造された。本級の船体形状は還元の高い平、甲板型船体であるが、 生サレえビチと同様に強く引き絞られた特徴的なタンブルホーム型船体となっている。これは、水薦部から上の構造を複雑な曲線を用いて引き絞り、船体重量を軽減できる船体方式で、他国では同時期のドイツ海軍、アメリカ海軍の全土急戦艦や巡洋艦などに多く採用された関係である。外見上の特徴として、水薦下部の監首。 完備は著しく突出し、かつ原則乾板よりも水線部走行の部分が突出するといった特徴的な形状をしている。このため、水線面から乾板に上るに従って、乾板面積は小さくなる傾向にある。これは原則に配された微法の社会を船体で狭めずに、広い社会を得られることや、当時の走行配置方式では、船体の前後にまんべんなく、走行を張る。 全体防御方式のために船体が短くなれば、その分だけ装甲を張る面積が減り、船体の軽量化ができるという目的に取られた手法である。インペラートルパーベル一世。カゴ状のマストは振動に弱く進行後に切り詰められた。ほぼ垂直に切り立った艦首から、艦首甲板に30.5センチメートル、連装手法等が一気、その背後に司令塔を組み込んだ。 走行環境の背後に全部マストが立つが、本級において、同世代のアメリカ海軍の戦艦のようにカゴ状のマストを採用して軽量化させたのが、外観上の大きな特徴である。全部マストの背後には、断面が小半径の日本煙突が立ち、その周囲は関西艇置き場となっており、船体中央部に片元1機ずつ、計2機配置されたクレーンにより、 副砲塔を避けて水面に上げ下ろしされた。関西堤置き場の後部には、後部マストが立ち、その後ろの後部甲板上に3 0 5トル連装手砲塔が後ろ向きに1機配置された。前述の通り、2 0 3トル砲は14門の、うち8門は連装砲塔形式で前後マストの側面に1機ずつ4機を配置し、残り六門は原則形スメート配置で、 片言3機ずつ配置された。その他に、耐水雷低用に 22cm 速射砲は、上部構造物の上に棒立てのついた単層砲がで、片言6機ずつ、計12機を配置した。この配置により、監守備線方向に、最大 30.5cm 砲2門 20.3cm 砲4門12、平方センチメートル門、左右方向には、 最大3 0 5トル砲4門2 0 3トル砲7門1 2トル6門7 5トル砲10門が思考的強力な火力を誇っていた。また、日露戦争の戦訓から環境には装甲板が張られて装甲環境となるとともに原則の幻想が廃止されて原則に薄い装甲が張られるなど防御力を強化した。だが、 その代償として、通風能力が低下して上院に健康被害を出す欠点があったが、この欠点は、土球戦艦の時代にも引き継がれた。また、本級の特徴であるカゴマストは細すぎて、頂上部に見張り所は、振動に悩まされたために1916年から1917年の、階層で煙突と、同程度まで切り詰められた。 監視から撮影されたアンドレベレボスは2・ワニ。主盆級の砲塔は射程距離延伸のために行角35度に改良された。手法は引き続きパターン 1895-30.5cm 砲を採用した。その性能は重量 331.7kg の砲弾を最大行角35度で 2310m まで。 届かせることができる。この方を、フランス式の楕円形型の連想砲塔に収めた。不要能力は、従来よりも20度増しの行角35度、深く5度である。旋回角度は、船体守備線方向を0度として、左右135度の旋回角度を持つ、主砲神の扶養砲塔の旋回、砲弾の揚弾、装填は主に電力で行われ、補助に人力を必要とした。 発射速度は、装填機の改良により、カタログデータ上は、毎分2発である。完備から撮影された、アンドレベレボスは2。副砲手法は 20.3cm に強化され、連装式の副砲等に収めたことにより、広い社会を持っていた。副砲は前述の通り走行巡用艦級の、手砲クラスの、パターン 1905-20.3cm 速射砲,砲を採用した。 本級のこの砲も他に、ロシア帝国海軍装甲巡洋艦、リューリックにも採用された。その性能は、重量 112.2kg の砲弾を、行角19.5度で14,450メートルまで届かせることができる。この砲を連装式の砲塔で4機8門、原則ケースメート配置で6門を搭載した。不要能力は、搭載形式で異なり、 砲塔形式では、行角25度、深く5度で、ケースメート配置では、行角20度、深く5度であった。発射速度は、毎分3から4発である。他に、耐水来艇用に新設計の、パターン 1892-12cm 速射砲を採用して、単装砲がで12機、オチキス 47mm 速射砲を単装砲がで4機。 対艦攻撃用に45.7センチメートル水中魚雷発射艦を単装で3機装備した。左減方向から見たアンドレー・ペルース・ワニ機関は、フランス式のベルビール式石炭戦昇水艦艦22機に直立型3段膨張式レシプロ機関2機二軸を組み合わせ、最大出力 17,600HP で速力18.5ノットを発揮した。 後続性能は12ノットで6000回りを走れた。狭いロシア帝国の沿岸でならば有効な後続性能である。ありがとうございます。